ここは上野公園にある日本盆栽協会の事務所。ワシントンの国立樹木園の園長ジョン・クリーチ氏から1976年7月に行われるアメリカ合衆国の建国200年祭に日本の盆栽展を開催したいという申し入れがあったのは1973年8月のことであった。翌74年9月27日、クリーチ園長はアメリカ側の構想を詳しく説明し、盆栽の寄贈を要請するために直接この教会を訪れた。この完成予想図並びに計画書には盆栽の育成管理に対するクリーチ園長の正しい理解と行き届いた配慮、そして何よりも盆栽に寄せる深い愛情が感じられた。日本の伝統芸術である盆栽に寄せるアメリカ人の高い評価と深い愛情に打たれた日本盆栽協会の役員はこの申し込みに応えて全力を尽くすことを約束した。日本を代表する逸品を集めるため役員は全国の盆栽愛好家のもとに赴いてその協力を要請した。東本清掃する協会役員は身も心もただひたすらこの大事業に打ち込んだ。こうして3月6日以降、日本盆栽協会には全国津々浦々から寄贈される盆栽が次々と送られてきた。長い間手塩にかけ大切に育て上げた盆栽を心よく寄贈してくれる、こうした盆栽愛好家の並々ならぬ行為には全く心温まる思いがする。贈呈される盆栽が気候風土の異なるアメリカでも立派に育っていくよう関係者は総出で十分な手入れを行う。古い土を落とし根を整理し新しい土を与え将来の成長を見越して適当な鉢に植え替えてやる。それは遠く異郷に嫁がせる娘に贈る花嫁衣装でもあろうか。楽しそうに盆栽を手入れする人々の姿には、可愛い我が子の門出を祝う愛情に満ちた思いやりが込められている。
樹木の持てる自然な美しい個性がアメリカでもそのまま開花するよう心を込めて剪定し芽を摘んでゆく。自分の姿に調和した鉢に植え替えられた樹木はまこと嬉しげに見える。日米両国関係者の努力が実を結び、その実現が迫った3月19日、ワシントンの国立樹木園園長、ジョン・クリーチ氏は、アメリカ政府代表として再び来日した。クリーチ園長はその足で盆栽クラブを訪れて寄贈された盆栽を熱心に見つめる。その素晴らしさに改めて感動の声を上げた。明くる3月20日、ホテルニューオータニの鳳凰の間で盛大な贈呈式が行われた。日本盆栽協会岸会長の挨拶。アメリカ合衆国は皆様ご承知のように来年7月に建国200年を迎えられますことを私ども心からお祝いを申し上げたいと存じます。この度その記念行事の一環といたしまして、この盆栽を通じてアメリカの内外の人々に深くご理解をいただきご鑑賞をいただくこと、ところに本当の意義があると存ずるのであります。アメリカ合衆国ホジソン駐日大使に対し、岸会長より慶祝盆栽目録の贈呈。Dr. Creech, distinguished leaders, ladies and gentlemen, it gives meGreat official pleasure and a genuine personal pleasure to accept this treasured gift on behalf of the citizens of the United States. Present you with this medal, sir, and I thank you very much for all your. 国立樹木園園長ジョン・クリーチ博士の挨拶。And Ambassador Hodgson, and honored guests, and my many, many good Japanese friends who are members of the Nippon Bonsai Association, who are people who traveled with me many times in Japan over the last 20 years. I bring you greetings from the Secretary of Agriculture.I bring you greetings from the growing numbers of bonsai specialists in the United States. And above all, I bring you my own personal greetings and my affection to the Japanese,
whom I have known and loved for so many years. そのまま大パーティーに持ち込まれた。日米の友好と平和のために乾杯。金屏風を巡らした会場の壁面に並べられた奇想の盆栽53点並びに水石6点は晴れの日を迎えて美しく装いを凝らし、見守る人々の賛辞の前に誇らしげに見えた。ここ東京盆栽クラブにおいて3月24日から26日の3日間、一般のための感想展示会が開催された。アメリカに贈呈される盆栽の一つ一つには、長い間手塩にかけて育ててきた可愛い我が子を、世界の平和と国際親善のために手放す、盆栽愛好家の思いが込められている。これらの盆栽は気候風土の異なる外国でも半永久的に鑑賞されることを願って、丈夫で長い生命を保つ由緒ある名木が全国各地区から集められている。皇居の盆栽として赤松一点と秩父高松両三宅から米つがと楓の計3点、北海道からは蝦夷松、温子、四国からは御用松、九州からは三山霧島ツツジ、久留米ツツジ、肥後椿など53点、また盆栽とは切り離すことのできない水石6点がこれに加えられている。ここには美しい自然がよみがえり、その美しい自然を盆栽という芸術にまで高めた日本人の心が鑑賞する人々の胸を打つ。これらの日本を代表する優れた盆栽の数々は、まもなくワシントン市の国立樹木園に贈られて、1976年7月から公開され、末永くアメリカと日本の平和と友情を結ぶ礎となる。出発も間近に迫り、病虫害の予防消毒も十分に行われる。
ワシントンの樹木園まで、初めての長い旅路に、つつがなく無事到着するよう、梱包も念入りに行われる。人々の愛情に包まれて贈られる盆栽に、太陽までがその門出を祝って暖かい日差しを投げかけている。荷造りの最中には植物防疫所から管理官が出張して厳重な検疫が行われた。これまでは検疫という厚い壁のため、日本の盆栽を土をつけたままで海外に送ることはできなかった。今初めて盆栽がそのままの姿でワシントンの樹木園に直送され、1年間の手厚い隔離栽培を経て外国の盆栽愛好家の目に触れることができる。この大事業を成し遂げる推進力となったジョン・クリーチ園長の努力と献身はいかばかりであったろう。3月31日出発の日、長い間の努力が実を結んだ今、かわいい盆栽は関係者の手を離れてトラックに搭載されていく。梱包された盆栽は7台のトラックに分乗され羽田空港に向かう。大切な宝を手放す盆栽愛好家の気持ちをそのまま受け継いだクリーチ園長とマーチ主任園芸官は、盆栽のそばを片時も離れず、大切に付き添いながら共に気丈の人となった。こうして盆栽を通しての国際親善を願う人々の心を乗せて、緑の芸術、平和の施設は旅立っていく。